副電圧車あるいは、副電圧電気車、副電圧電車とは、電荷区間において異なる複数の電圧に対応することができる鉄道車両のことである。直流用電車、交流用電車のいずれにも存在する。なお、直流電荷区間と交流電荷区間を直通できる車両の場合は、高直流電車となる。電圧も変化するので、 抗議には副電圧車に当たるが、この項目では触れない。また、交流車両の場合、電圧以外に周波数も途中で変更される場合があり、この相互の区間を直通する車両は、復周波数電気車となる。製造を目的としては、異電圧区間を直通運転する場合と、ある線区で電圧を昇圧する計画がある際に、現用車で電圧切り替えに一斉に対応できるように、 する場合がある。基本的には、異電圧管セクションで、車上スイッチにより、それぞれの電圧に対応できるよう回路を切り替える構造になっている。技術的にはさほど複雑ではなく、日本でも太平洋戦争前より存在した。ヨーロッパの場合、国ごとに電化方式が異なる上に、国際列車の運転が多いため、 TGV ユーロスターアイスなど高速鉄道の列車でも切り替え設備を搭載しているものが多い。抵抗制御が主流だった時代は以下の手法が取られた。主制御機の全段階で抵抗機を回路に組み込んでおき、供給電源の電圧に合わせて、これを短絡させることで主回路に流れる電圧を調整する。主電動機の実機並列を供給電源の電圧に合わせてつなぎ替え、 主電動機の端子にかかる電圧を調整する。前者の手法では、高い電圧の路線では、常に電力の一部を抵抗器で熱に変えてしまっており、運用効率が悪い。後者の手法では、主電動機の磁気並列切り替えはもともと電気車の制御に用いられるため、それを電圧切り替えに提供してしまうと、実質的に制御段数が減ることになり、加速時の診断ショックの増大。 手電動機の加熱につながる。電気子直波制御等、半導体による連続制御が可能になると、抵抗や回路のつなぎ替えに頼らず、効率的に対応電圧を切り替えることが可能となった。しかし、大容量の半導体を用いるため、車両が高額になるという欠点があった。20世紀末以降、VVVF インバータ制御が主流になると、制御基礎のものが、 複数の電圧に対応できるようになり、単一電圧車両とさほど変わらない効率が実現可能になった。交流の場合、変圧器による電圧変換が可能なため、直流のそれに比べて、副電圧とすることが耐えやすい。特に、交流電化の主流が 15KV、25KV の特高圧であるため、もともと車両側で高圧するための変圧器を搭載している。 副電圧にする場合、一時巻線に中間端子を設け、電圧に合わせて切り替えることで、二次巻線側の電圧を同一にできる。これにより、単一電圧車に対してそれほどの効率は赤、重量増を伴わずに副電圧車とすることが可能である。2016年現在、日本の鉄道において、副電圧車が電圧切り替え機能を活かして、 直通運転に使用されているのは下記の例のみである。小圧対応で副電圧車を使用した例は、車両数の多い大手施設を中心に相当数の、例がある。なお、停電圧区間が短距離である場合は、車両側に特段の対応をせず直通した例もある。現在でも、7 5 0トの横瓦の線。 群中線と600ボルトの高浜線の両方で使用される伊予鉄道の車両は通常副電圧車としては扱われない。下記はいずれも直流600ボルト1500ボルト。ただし多くの例では直通用のように自動、あるいは運転席のスイッチで切り替えのできるものでなく工場へ入場して回路のつなぎ替え等を行わなければならない。中には 元の電圧に戻すことが事実上不可能なものも含まれる。直流 600V、750V ヨーロッパの電化方式の大まかな範囲はこのようになる直流 750V、直流 1500V、直流 3000V、交流 15000V、交流 25000V 非電化ヨーロッパにおける副電圧車としては以下の事例がある。AB 日本工業規格 E4001 2011, 鉄道車両用語4.2、1.511,504。京浜急行電鉄株式会社社史編集班、京浜急行80年市1980年、428ページ、中期経営計画、東京メトロプラン2018。ありがとうございます。